はい、じゃあ家事しよう。とりあえずもうできることは全部。ピザばっか食ってんじゃん、やべえな。ゴミをゴミ箱に捨てる。うん、捨てたい。ゴミ箱を持ってるんだよ。ゴミ箱をも、どうやって選択するの。ゴミ箱のとこまで行くんだよ、とりあえず。ああ、今の選択肢。そうだね、ゴミ箱どこあったの。あれ、こっちになかった。こっちか。あと、あれか、手に取った。で、まあ、捨てれるものはじゃんじゃん捨てる。はい。ちょっとなんかむずい、むずいんですけど。なんで、その、そこに。たぶんな。何が欲しいんだ。これさ、ゴミ分別されてないわけよ。怒られる。いや、だから未来はさ、もう、なくなったのかなと思って、その分別システムは。あ、もう。ゴミ処理場が進化してかなんか知らんけど、それはあんじゃない、やっぱ AI が全部うまいこと処理できるんじゃん。まあでもそれぐらいできそうだけどな。ゴミ箱持ったもんは、もうやることないかもしれない。主人をゴミ箱に片付けよう。この家を私の家にしよう。タクシーね、これうんちゃんだろ、もしかして。仕事してるように見えないけど、ね、仕事してないのか。ルンバみたいなのあるよ、うん、あとマジでタクシーは一番 AI で、一番 AI で、一番取るでしょ。自動運転感がもう出てきてるわけだし。アリス。何見てんの？何見てんの？ちょっとアリス何してんの？ダメだ。この視点からじゃ見えない。とね、なんかね、漫画みたいなの見てるアリスね。なんかあのガキ使の DVD のパッケージみたいだったけど。ガキ使じゃない。この時代でもまだあるんだ。ダメだ。なんかできることが全然ねえっすよ。すげえな、動いてるぞこの手紙。確かにハリーポッターの世界みたいな。ハリーポッターだな、魔法だ。これゴミ箱置きたい。ゴミ箱置くっていう選択肢はないんか。あ、これで選択肢いろいろあるじゃん。ゴミ箱持ってるキッチンの中でカウンターを片付けるがある。カウンターと、カウンター、リビングのテーブル。ああ、れこっち側でね、その右右右、それこれがカウンター。すいませんね、うろちょろしちゃって仕事できないやつだと思われた。まあそうだね。なんかあのなんかできない、やることが分かんなくて、とりあえずうろうろつく。あ、これね、片付けようとするとね、うるせえ、邪魔だって言われるよ。ね、なりそうだよね、明らかに。すげえ。テレビの前は横切ったら怒るだろう。意外と寛容だったって。いや、ちょっと気にされた。あの感じのやつだったらもっと怒りそうだけど。お仕事できました。で、手に取る。手に取った。振ります。うおー、未だにゴミ袋持ったら振り回したくはなる。気持ちはわかる。通行人に投げつける。何のために生まれてきたの。車のトランクに放り込んでおく。でこのゴミ箱変わんねえんだ。ターンを決めた。開ける、開ける。人間の動きだね。あれ見よう、あれ見たろ。あ、視点を変えるだけだった。入れた。ちょ、私も入ろうかしら。なんてだよ、もう早くもこの仕事を嫌気させた。あの辺見といたらいろいろ、なんか L1 とかで。あ、L1 か、さっきからね、間違って R1 押してる。なるほどね。あの仕事もいいな。でもなんかさ、変えようかしら。選べないでしょ、アンドロイド。高速、ちょっといいや、うち帰ろう。まだ仕事が残ってる。アリスと遊ばなきゃいけない。あ、そうだね。なんか子供の面倒見ろって言われてたしな。何、どうした？スポーツか。負けた。あいつはもう、2位の作業。2位の作業。やっぱね、あ、仕事できるやつっていうのはね、うん、この自分で仕事を見つけていくんだよ。2位でね、どんどんいろいろ進めるんだよ。こういうのやっておきました。はい、やっておきました。俺なんかいかにサボれるかが重要だから、絶対そこオール無視でトットに言うわ。全部やるよ。こう、え、何これ。ああ、だから食洗機壊れてると。はいはい、発注した。勝手に発注しちゃったよ。いいね。あ、これ見るとなんかいろいろこうできるのがね。どうした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 、心臓麻痺。いや、違う違う、書かれたんじゃない。デスノートに。デスノートに。ああ、やっちまってんな、これは。1回は終わりました。あ、間違って話しかけちゃった。1回終わってねえのに。じゃあ俺のことをほっといてくる。ダメだ、そんな娘の前でやるもんじゃねえ。ちょっとこいつなんとかしねえと。片付けるぞこいつ。でもね、お前アンドロイドだからね、
それ自由はないから、言われたこと通りに動くしかないって、だからこのゲームがそれを体現してるわけですよ。2階に行きたくてもそこで許可が出ないといけないし、しゃあねえな、しゃあねえな、ちょっと覚えとけよ、後でそういうコードは全部外してやるからちょっと娘の前でやることじゃねえって。このとんでもすごいペーパー、あ、落としちゃう、残ったのに落とすんだな、俺そう気になったの。これやっぱさ、うん、感触のセンサーとさ、うん、温度のセンサーとか、うん、全部あんのかな。それあるでしょ、なかったら熱いものさ、主人のとこ持ってってやけどさしたりするだろうからさ。ああそうか、グイッと、これコントロール上げるコントロール上げるっていう、うん、なぜ開けた、じゃ換気した方がいいでしょ、電源入れなくてよくね、うん、俺もそれ思うわ、なんこれ、これ完全に趣味でやっちゃってんじゃん、うん、あ、これでも失業者 37.3% やばいよ。はぁ、やばいでしょ。え、もうすぐ、え、なんで変わったの、いきなり。もう、あ、あんま見せてくれない。サイバーライフはアンドロイドの、でこのアンドロイド作ってるのって多分サイバーライフっていう会社だけだと思うので、うん、だからマジこの世界の経済を牛耳ってる感があるわけですよね。企業が国を超えるっていうパターンもあるっていう、うん、まあ、そうだね。お、なんかガンガン仕事してる、ね、なんかいきなりめっちゃ仕事しだしてる、なんか割っちゃうとかロボットだぜ、あ、でもまあなんかいけないもの見ちゃうとか政府見ちゃうみたいな。でもこの家絶対秘密あるでしょ、あんな親父だから。いや、あれ合法のもん吸ってんのかな、あれは。いや、だからそのグレーじゃん、アメリカだから結構。あ、マリファナだってあのあかんけどさ。そうか、うん、一応病院が処方はするからさ、違法だけどなんか、なんか持ってんの病院の処方なのかな。やっぱいや、あれは違うよ、あれは明らかにそうか、うん、だって必要ねえもん、あいつにマリファナが。オールスポーツ、え、アンドロイドクォーターバック、あ、お前読めんだ、クォーターバックって。あれ俺キューベイって読んでたわキューベイ、え、どうしたの、なんか、あんたがアンドすげえ頑張りましたってこと。いや、てかそのフットボール界にアンドロイドが来た、入っちゃったの。でもそういう部門あってもいいよね、アンドロイド部門みたいな。でもそれアンドロイドだけやんないとさ、不公平じゃない。あ、だからアンドロイドだけの部門と、あ、なるほどね、人間とアンドロイドの部門と、うん、やっぱそのルールを整備してさ、うん、邪魔だ、もっと優しくしてよくない？いや、これね、マジでこの仕事はあったら1日で辞めたくなるわ。もっと優しくしてよ、うん、いい、でもそういうために生まれてきた私は。あ、お前すごいね、その自分の運命と向き合う。私はそのために生まれてきた。でも常に私の運命にはちょっと疑問は持ち続ける。あ、なるほど。ちゃんと疑問持ちつつ、でも今やるべきことは全うする。はい、掃除します、掃除します、掃除します。なんかごめん、俺が操作やったカクカクした、時々止まる人間じゃできない動きしたから、カクカクしましたね急に止まるっていう。なんか一応見といた方がいいのかこれ、自分の顔が見えるのか。はい、納得、こんなもんか。ある、もっとね、笑顔でいたい、もっと幸せな感じでいたいよ。開ける、開ける、開けるよ、開かない。その通りに充電器、そのバズスティックを、あ、視点操作とね、あ、そう、操作は分かる。あ、え、やめといた方がいい？2分で終わる。いや、分からん、嫌がられる。全部お前の選択だよ、お前の物語。いや、だってもう自分で片付け、自分で片付けなよ急に。そうだよ、片付けられた方がいいよ、アンドロイドに頼り切りだったら。いや、冷たいね、このまま出てくる。そんなんだからアンドロイドに仕事取られるっていう人も生まれるわけじゃん。だって家の中にこんなん作ってんだよ、それはもうだ、外の世界とちょっと、ああ何な、ちょっと嫌だなって思ってるわけでしょ。ああ、そうなりたくないよねってなると、子供で、大人だったらお前それでいいかもしれないけど、もうちょっとね、過酷な
状況にも身を置いた方がいいと思う。え、これ以上過酷な状況に身を置けっていうのも、いや、これはね、言い過ぎた。ちょっとあんな親父だったらダメだわ、もう過酷すぎた。そうだこの子はもう十分過酷すぎた。なんかちょっとその助けてあげるべき、コントローラー上に上げる、よし。そうだな。ってことは私のなんかあるよ。何これ、わかんない。でもなんかあれをやったことによって本来は選べなかった選択が選べるようになりましたっていうさ、お知らせなんだけど、うん、だから会話できるようになったんじゃない？これ違う？カリスマ情報。時間ないよ。友達。あ、友達。私が初期化されてしまう前のようにまたお友達にならない？あ、そっか。初め友達だったんだよね。え、あ、ここの家のあれだったの？あ、はい。お母さんはどこ？どうしちゃったの？もうすぐ帰ってくる？心開いてないからダメだ。カーラの名前。あなたが名前をつけてくれたの？違うでしょ。え、でもさっきショップで言ってたよ。あ、でもショップで、あ、そうか、娘がつけた名前だって。お母さんじゃない。あ、この身も聞こう、全部聞こう。好きな遊びとか場所とか食べ物とか。でも虚しいよね、もうすでにさ会話してさ、知ってるはずの情報なのにさ、ね、初期化されてさ知らない。だから前のカーラとは違うんだって。だ、ね、え、なんか渡された。なんだろう、なんか虚しいな。それでもそこに興味を持ち出してるのは俺だったら嬉しいよね。それすらもない方が俺は悲しいわ。ああ。で、今の会話のおかげでこれは本来もらえなかったものはもらえたわけですよ。うん。でもやっぱそれは超えなきゃいけないものだからね。これは超えて、うん。また一からやりましょうだよね。これが鍵でもらって、うん、開けます。ドカーン！だったらやばいし。超怖いじゃん、あいつ。ね、ちょっとその心弱い女の子のふりして、爆弾テロリストみたいなやつなんで。やっぱね、パパあんなんだからね。あ、なるほどね。あ、それあるわ。反抗期ですから。それ CSI のシーズン5でそんな話あったわ。なんか親父がやばいと家族も全員やばくなってしまうっていうね、話があった。お父さんスリムだったよね。お母さん。うん、亡くなっちゃったのかな。ね、どうしてあったのかな。お母さんの絵？自分の絵？なんで頭があんな感じなの？赤い、赤いよ。コトーさん、でもアンドロイドの服っぽい感じするね。何その衝撃の事実。はい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 。これあれだね、物語ですね、これは。この家族の物語。え、なんで？これ自分じゃない、これ自分取れちゃった、壊れちゃった。あ、記憶が。何があったの？壊れたアンドロイドの話、うん、家族とアンドロイドの話、この家に起こったことでしょう。後々影響してくるかもしれない。ドカンぐらいの衝撃があったかもしれない。このドカン一番衝撃だ、カーラにとって。あれ開けた瞬間、あのカメラがあの家の外になってバーンってしまう。よくある。それね、親父ごとやっちゃってるからね、一番。まあでも、ね、そうだね、一番サイコパスで、なんかその親父もそのいつか殺そうって思ってて思ってて、でそのタイミングっていう、なんかあいつ走って逃げてったんだ。あ、これだって今爆発すればさ、アンドロイドのせいできるじゃん。なるほどね。いや、いいよ、もうあの子それ悪くしないで。絶対そんなことないから。もうないよね、なんかまだある、こっちに。一応なんかここは、うん、お、ゼピン系、精神系、違うな、ゴーツダイ、ゴーツダイ、やっぱな、そういう系だ。銃だ、だめだ、そのまま返すしかね、うん、お、なんかロックを解除した。女の子に銃渡すんじゃない。さっき見た。これで自分の人生を決めなさいっつって。さっき見た、ごめんなさい、これはごめんなさい。そんなにスポーツ大好きじゃないっす。いいね、トットからね、新しい。お、なんかまだここにもなんかある。いっぱいやることありすぎない、これ。あ、だからそのやるもやらないもお前の選択だな、ね、あとだからこれそ意外と制限時間もあるのよ、うん、あ、そうなの。だからその下で親父が死んでるかもしれない。そうだから、あのなんかいろいろ勝手にやってたら悪いことが起きたりとかもあるから。そうかそうか。そう、だから何でもかんでも時間かければ一番正解じゃないから、そこが面白いよね。俺こういうの全部やりたくなるタイプなんだよな。の割にはお前めっちゃさっきからあのショートカットしまくってる。遊んでる。でそのスイッチの切り替えですね、やっぱそれは。こう思ってんだ、親父はクズだって。そら思うだろ、それ思ってんだろ、うん、
思われてると思うなら仕事しろよ。負け犬だってな。それを言ってやるよ。そう思われるんだったら、これでも努力はしてんだよ。してんのかい。でもどんなに努力してもいつだって誰かが邪魔すんねえ。切れんな勝手に。お前も俺のことに当たんなよ。憎いんだろう。俺には分かってんだね。分かってんだろ、直しな。自分で直しな。憎いんだろう。言われたいね。言われたいなら言ってやるよ。言ってやれ。ダメですね、厳しい。言ってやれ。ダメですね、厳しいよ。俺は何してんの。もう情緒不安定や。ごめんよアリス、許してくれ。許してあげるからさ、そういうとこだよ。そういうとこを直してほしいんだ。父さんお前は愛してる、分かってるだろ。愛してるなら、そういうとこ直せ。んちょっと感情が動くようなこの眉の動き。あなたの我が家だいぶだいぶ、あ、でも結構埋めてある。ちょっと見せてんな。どんぐらい埋まってる。埋まってないのはそんなの。あの黄色いのはその後々に役に立ったり、その物語に影響するやつってことじゃないかな。一回ほぼ掃除できてない。やばいな。一回掃除できてないっす。え、ゴミ捨てたじゃん。ゴミ捨てるのはもうなんかあのいろいろすっ飛ばした後だった。ゴミ箱を持ったら最後ここまで吹っ飛ばされる。ええー、すげえ。何もしてないじゃん。ゴミ。だ家だってその俺らの中でやったつもりだけども、トットの中では何もしてない。何もしてない。一回は何も触れてないもう。でここはなんかいろいろとりあえずやった。結構埋めたと。でここまで来た。続きを行こう。でこれマーカスの視点だね。同じ日ですね。うん、朝ですよ。まだ10時です。さっきのお使いから帰ってきて今。ん？あんな朝早くからあんなに街に人が溢れてたの。やることないから仕事もないし。うん。通勤ラッシュとかないのかな。ないだろうな。仕事がないから通勤ラッシュ。ここまで進化しちゃったらそうか。起きましょう。うん、買ってきたよと。お、服を脱いだ。そして。この階にはなんか一個ある。ん？鳥？うん、鳥っすか。鳥の？おい、いやこれアンドロイドなんだ。え、つける。これは味気がない。でも頭もちゃんと鳥も鳥でライトがついてるっていう。いやこれはダメでしょ。やこういうのはね、鳥を安全に綺麗に飼うカゴを進化させるべきであって、鳥を作るべきではない。ああ、なるほどね。俺結構あれ、あの目から鱗だったね。だってもう死ぬこともないし汚くもならないし、あの、あ、最高じゃんと思って。いや、死があるから尊いというかさ、やっぱ優しさを学べる。でも死があるから尊いからペットを飼うってなんかその矛盾してると思うけど、死を尊いと思うならばね。だからなんかその人間の感性で言うんだったらあれが正しいかなと俺は思ったよね。いや、なんか他の生き物に対して、なんだろう、まあ人間ってエグい生き物だね。そうだね。まあ最終的にその考えはわかる。ほんとエゴだよね。食事はトイレに持っていく。あ、アホでしょ。トイレでしょ。トイレに流す。マジなんかお前のアンドロイド最高押すばっかだろ。奥食卓をひっくり返す。とりあえずそのご主人様のところに行くんじゃないのこれは。なんて書いてある？カール？ちょね、さっきめちゃめちゃいろいろすっ飛ばしたからね。ああ、なんかね、なるべくいろいろやりたいよ、ね。ああ、なるほど。ちょ、視界に入るものはなるべく進みつつ、もう仕方なく次へ進むかもしれんけど、ロシアが欲しがっている。なぜ欲しい？確かに、ちょっとその子の政治的な話気になるよね。何？シリウム合成に使用される貴重ななんか石が北極にある。アンドロイド用の鉱石かな。でこれに加えて、地域の戦略的重要性が2拍車かかると。だから北極が今ものすごい注目されてると。おう、でも寒いのっていいよね。この熱いのを冷やすっていうか、CPU 冷やすね。あ、まあそうだね。でもそれで北極関係ないでしょ。そう、北極で働かせんだったら分かるけど。寒いとこっていいよねっていう。なるほどね。お前すごいアンドロイドの気持ちよく分かってる。あの首だけ見えてないキリンすげえシュールなんだけど、ちゃんと顔違うな。そうだ、俺もそれ思ったわけよ。ちょ、怖いと思って、ちゃんと顔が違うっていう。キリンさんでした、ちゃんと。ピアノ弾きたい。え、
大丈夫、こんな勝手に遊んで怒られない。確かにな、うるさいみたいな。お前んちのルンバ勝手に遊んでたらめっちゃ腹立つもんな。いやでもそれはそれで嬉しい。何この階段、何この階段、何この階段、本取る用の階段じゃない、あ、違う、あ、そういうことか。この部屋では何がありますか。とりあえずキッチンから行こう。キッチンじゃなかった、うん、アトリエですね。でも芸術はまだアンドロイドにはできないでしょ、うん、相当難しいよ芸術って。お笑いとかもさ相当難しいよね。間とかはやっぱ数値化できるもんじゃないでしょ。あれでも小説家なんかそろそろなんかアンドロイド書けそうみたいなのが最近、マジでなんか AI が結構面白いもの書いたみたいなの俺聞いたことあるよ、文章を。でもね、全ての感性をね網羅できるほどじゃないと思う。あっちもいける、こっちもいけるみたいな。なんかその今まで の、 その本から取ったデータで文学的な文章を書いたみたいなのは、文はなんかもうぽいことがいけるんだ、できるらしいのよ。比喩とかいろいろできるんだ、うん、そう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 。だから人間はこういうの好きっぽいみたいなのが、なんかそれはその過去からそのリミックしたものだけど、うん、多分そのうち新しいって思うのも作り始めるかもしれないね、うん、でそれはなんでかっていうと、やっぱ人間が不完全すぎて古いものに新しいと思っちゃったりするだろうから。ああそうだね、うん、だからなんかこれ何これ、いやすげえ高いところを描いたりするためのリフトじゃない。でもこういうアームがさ、いきなり綺麗な絵を描き始めたらさ、しかも何枚も何枚も描けたらさ、それって見てみたいよね。でもやっぱ感性のところはやっぱそのさ、プログラムじゃないじゃん、うん、こんなんっていうさとこだから、こういう感じのだから、やっぱロボットはね、うん、まだしばらくは難しいだろう、ね、でお前そのメインのあのミッション、うろうろしてごめん、メインのミッションあるよ。ちょっとね、カールの2階でカールを起こすの他に何かロックかかってるの2つある。ああなるほど、あれって上から式じゃないの。ちょっと俺単純に疑問なんだけど。あ、そういうこと。え、わかんない、ちょっともう一回今開いてみて。え、それをやったら出てくるのか、それとも今現段階でトリガーがあったら出てくるのか、どっちなの。わかんない、とりあえずわかんなければ進めるだね。うん、ごめん、探索が多くてもしょうがない。とりあえず2階に行きましょう。でかい家ですね。たまに走りたくなるね、こうやって。ね、走るボタンあったらいいんだけど。足不自由なんじゃないですか、もしかして。お、なるほど、お前なかなかいいところに。はい。気がつくね。これなんかあるでしょ。ないね。意外とない。でもこれ探索ポイント全部さ遠距離でさ分かっちゃうのはあれだな、便利だったり、そう、よくないと思う俺は。だからそこの本棚のとこまで行かなきゃっていうさ、でもめんどくせえからやめようっていうのが俺みたいなやつの考えなのよ。でもあそこにあるなら行こうかっていうのを分かっちゃうっていうのはさ、やっぱこのゲームとも関係してる、はい、その労力の先に結果があるかどうかが分からないのがさ、うんうん、そうね、そうそう、に迎えるかどうかっていう人間の違いがあるのを全部気をつかさせちゃうから。天気は一部曇り、気温、あれだよね、ドラクエで言うと部屋に入った瞬間ワンボタンで壺が全部割れるみたいな。あ、まあそうだからもうめんどくせえからここだけでいいやとかさ、そういうやつもいるっていうのがなくなっちゃうから。注文した絵の具を受け取ってきました。はい、そうだ忘れてたよ、そこがお前と私の違いだな、マーカス。あ、いい主人感あるね。お前は物忘れをしない。皮肉かもしれないけど、何この辺で一旦切るかって俺さっき言っちゃったから、ちょっと待って、今何分か分かる、その分が。じゃあカールに薬を。間違いないよ、間違いないよ、うん、正しいの注射するよ。それじゃ上を出してください。いや、どうした、カール、やがんな。うわー、なんかあれか、大丈夫か。未来注射器、うん、針が頼みに来てる。起きて早々歯を食いしばれというのか。させ。人間は間違いないよ。機械だ。間違ったもん注射しないよ。いいとも簡単に壊れる。ここまでしないと生きられない。はい。不完全さがいいんだよ、人間。その服はどうした。ああ、これは街角でデモに出くわしてしまって。愚かな奴らめ。
アンドロイドを一体壊したところで何か変わるというわけでもあるまい。そうなんだよね、世の中ってそうだよ。怪我をしていないといいが。ああ、いえ、押し倒されただけですよ。実は不具合が。これでよし。お腹にね、中腕のとこ突っ込んでるからね。蹴られた時にね、不具合が出てんだよこれ。そうな、俺想像力それ。その想像ただの。でもそうでしょ、別に頭にある必要ないしさ。まあまあそうだね、確かにな。その頭を壊したらあのロボット壊れてもよくわかんないからな。そうそうそう。一番攻撃されにくいとこに一番大事なチップは入れとくべきだな。お腹でいいんじゃない。だから頭吹っ飛ばしたとこで動けるっていう。でもまあまあそうだな、まあそれいいのかな。なんか一番でも避けるのとかに適したとか指の先とかがいいんじゃない。あでも指の先だとやっぱ指先いっぱい使うからな。頭でもセンサー類じゃん、頭突っ込むのは。で、うん、脳の部分はやっぱ胸とかじゃない。なるほどね。お、そうか。あ、やっぱなんかこういうループ順番なのね。で、今日はモマの解雇で3つやることありますよっていうので、うん、頭から解決していけっていう。参加確認メッセージを何度か。ここから落とした方が早いんじゃない。でも何よ、マジでやばいっしょ。どういうやつなの一体。また後で決めるとしよう。あ、これはね、落としちゃいけない。やっぱファンからのメールです。落としてカードを楽にしてあげるっていう項目。後ろ向きで階段に。すげえ早いよね。なんかあの俺さ、これ家に会ったことないか分かんないけどさ、多分もっとゆっくりだと思うよ。ああ、確かに。あんな早くいいんだ。その必要はない。うわぁ、俺やだわ、お前みたいなやつ。うわぁ、ちょっとなんかカールもなんかいつものことみたいな感じで全然微動だにしねえじゃん。こう回されても大丈夫か。またマーカスやってるなぐらいの感じだ。腹が減った。え、どこ行くって言った。あ、ここで卵をお好みのスタイルで用意してありますよ。お好みのスタイル、イカニカン。イカニカン。この流れでイカニカンはさすがにあいつも突っ込む。これどうする。イカニカン。ちょっと大悟に見えてきた。ハンマーヘッドシャークのここです。やばい、でもちょっとほんとにやばい。ダイゴちゃん。朝食を食べている間は自由にしていなさい。ねえ。ああ、それさっきこんな話聞いてあったな。何、うん、そのちょっと、うん、皮肉っぽい笑いしたの。皮肉って言わねえな。テレビ薄っ。LG 製ですね、これは。あれ、立つのあんな薄くて、なんか不安だわ、いろいろ。え、もうちょっと飽きてきたんだけど、もうどんどん杉進みたくなってきた。なるほど。好きにしていなさいって言われても、これはね、もうシェイクスピアですよ。やっぱ読みたくないわ。どっち手に取ってすぐ。他のことしたかった。一応選択肢出されたから。何を読んでる。お、マクベスです。進めていらっしゃったので。シェイクスピアのマクベス。進めてくれんの。そうは、人間の感情はとても興味深い。でもちゃんと僕が理解しているとは思えません。それを理解していることが大事だよ。そうそう、俺もそう思うわ。それ理解していることが大事だ。人は感情に支配され、感情次第で乞食にも王様にもなれるんだ、うん、感情をなくして生きる意味はない。いい主人だ。私がいなくなったらお前も自分で身を守り、自分で身を守る道を選ぶことになる。家主いなくなったら完全に自分は処分される。そうだよね。どうなりたいのか、うん、絶対位置情報とかもバレるし、ね、人間は皆同じであることを求めるものだ。だがその言葉に惑わされてはならんぞ。さあスタジオに行こう。うん、スタジオに行こう。いい主人だ。スタジオで何するの。絵を描くの。うん、まあだろうな。わかんない、踊るかもしれない。車椅子なのに降りて。ロックすぎるだろこいつ、普段車椅子なのに普通に立てるって。でもね、足ぐらいね、下半身ぐらいね、交換できるよ。いや俺もそう思う。あのこの時代になったらなんかなんとかなるだろうなと思うけど。
アームが暴れないように。よし、前回の続きだ。シートを剥がしてくれ。嫌だ。それを外してやれよ。時々さ、時間制限あんのにさ、こういうところでずっと始まっても絶対何も言われないぜ。早くシート外してくれとか言われないぜ。多分なると思うよ、それは。言われるの、うん、試しはしないけど、うん、新しい指示を待つ。そんな待ってらんないぜ。待ってらんないぜ、なんもないぜ。なんかその放置することで明らかにちょっと普通じゃない感じになるやつは全部そのままあのなんか起きるよ。そのなんでお前は何もやらないんだとか。ああ、じゃあなんかそういう気持ちになった時やるべきだね。そうだね。そこの人にはちゃんと尽くしていきたいな。意外となんかさ、そのゲーム独特のさ、放置しててもさ、さあ急げ急ぐんだってなんかずっと言い続けられるみたいなのは多分ないよ、ね。満足したもんそれで。まあ、画家の気持ちはやっぱ複雑だから、もうあれだけ今のを描くためにもうしっかり1週間ぐらい寝たの。そうそう、さあ今のためだけに降りてきて飯食ってまた寝るんじゃない。ああどう、ああ私は好きじゃない。僕は目利きではありませんが、他の作品の方が好きです。正直言っても何も言うことはない。こうして日々が過ぎ去るごとに死が近づいてくる。私はブラシにすがりつくただの老いぼれだ。カール、私の話は置いといて、失望させた。お前の才能を見せてもらおう。お前の才能、いいんすか。筆を取って書いてみなさい。うわ全然書けなそう。書く方がいいんですかっつって、どうも千鳥です。何でもいいから。うわ全然書けなそう。書いてみなさい。すごいもったいぶってさ、分かったやってみますって言ってさ、丸ぐらいしか描けない。なんかすごい、いやロボットだから、そうだ、ロボットだからなんかできると思ってもなんかできないみたいな、なんかもどかしい思いをしそう。押し込むばいい、書く題材を決めるって書いてある。ちょっと周りに渡してみる。その題材がある。あー、カールの絵を描くか、銅像を描くか、机を描くか。机描こうよ。でも面白くないね、目の前にあるもの描いてもね。そうだね。しかもこれ上から描いてるからさ、そのチャッピーっていう映画でロボットが絵を描くときはさ、こう上からこうやって線を引きながらそのコピーみたいに完成してるわけよ。はい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 。だからそうそう、女、あ、おえ？現実の完璧な複製だ。だが絵画では模写するだけではなく、そうなんだよ。抽象したり解釈し、そうないから表現することが大事なんだよ。自分にとって逆に見えないとこだったり。そういうふうにはプログラムされていません。さあほら、筆とそのキャンバスを使って覚醒するんだ。覚醒しよう。多角的にものを見るんだ。マーカス、目を閉じてみなさい。いいから。あ、いいね。大丈夫だ。イメージ、イメージ。データじゃないよ、イメージだよ。存在しない何かを思い浮かべろ。見たことのない何かだ。やばいもん出てくるじゃない。そして自分の感情に意識を集中させて、コードみたいなの出てくるじゃない。それでもゼロ一を動かすんだ。何が出てくる。ああ、自分の人間性でしょう。アイデンティティ、疑念、やっぱ世界に疑問を持っている。よし、いいよ、感情が乗ってきた。いける、間違いない。さっきの自分とは違う。かける、かけるぞ。いいぞ、かけている。かける、かける。イメージのものが、これが自分のアイデンティティだ。見てくれ、これだ。おお、素晴らしい。
なんか知らんやつよ。レオ、親父。レオ。気づかなかったよ。ああ、近くに来たから寄ってみたんだよ。ちょっと嫌なやつだな。しばらくぶりだし、はい、一目見た瞬間に。だってもうそういう風に描写されてんじゃん。まだ何も描写されてないでしょ。見た目しか描写されてないでしょ。ああ、平気だよ。なあ、親父。喋り方、あ、吉郎あんま聞こえてないか、そうか。またか。軽いんだよ。この前渡したばかりだろう。くねくれって言った段階でもうダメです。すぐなくなっちまうんだ。ほら、言い訳ばっかり。また薬をやってるのか。違う、全然そんなんじゃないって。レオ、私に嘘をつくな。ないいから金くれって言ってんだろ。頼むよ。最悪だ。悪いな、お前に金はやれない。あ、なんで。分かっているだろう。あ、そういうことかよ。どうせ自分の息子よりそのおもちゃの方が大事なんだ。おもちゃって言うな。こいつのどこがそんなにいいんだ。賢いから、従順だからか、俺とは違って。そういうことじゃない。だけどな、こいつはあんたの息子じゃねえ。こいつはただの機械だ。レオ、いい加減にしないか。やめなさい。ユクロが小遣い握らして帰らせようぜ。あんたが愛しているのは自分と自分の家だけさ。人を愛したことなんて一度もないんだろ。愛してなきゃお前はいない。俺のことだって愛しているさ。しかし育て方を間違えた。それはすまないと思っている、うん、答えるな。あんな息子を残していけないな。どうよ。まあ結構調べたんじゃない。終わりは結構調べた方だね。そうだね。あ、で絵によって、うん、ね、なんかねこう、うん、どうなるっていう。なるほどね。ちょっとまあ今日この辺にしておくか。しておこうか。うん、そうだね。まあこれで結構一通りやったからな。はい、これがデトロイトですか。うん、そうですね。楽しいですね。うん、でちょっとこれからも気になっていくんで、まあ撮っていこうと思います。じゃあ一旦ここで切ろう。